ゴスフォードパークは2001年制作のイギリス映画ロバート・アルトマン監督のミステリーアルトマンらしい群像劇でイギリス郊外のカントリーハウスゴスフォードパークを舞台に貴族たちとその住者たちの複雑な人間関係を描いているイギリスの名優が多く出演しアカデミー客本賞を受賞した室内撮影に使用された旧 ノーサンバーランド公爵邸サイオンハウス1932年の秋、イギリス郊外のマナーハウス、ゴスフォードパークでは、週末のハンティングパーティーが開かれようとしている。ホスト役を務めるのは、ゴスフォードパーク。そこへゲストとして、シルビアのおばとレンサム伯爵夫人、シルビアの二人の妹ルイーザとラビニア及びその、夫たち、ウィリアムの、また重帝にあたる俳優、ノベロやその友人、 ワイズマンなどが次々に迎えられる。使用人たちは、会花でホスト側も、ゲスト側も入り乱れ、晩餐の準備など、忙しく働いている。上階の品格と主人たちの間には、対立があり、会花の使用人たちは主人たちのゴシップに花を咲かせる。ラビニアの夫アンソニーは、経済的な問題を抱えており、ウィリアムに、投資の継続を求める。ウィリアムは、 トレーンサム伯爵夫人への手当てを停止するかもしれないと、シルビアに話す。メアリーと、ルイーザの夫、レーモンドの従者であるパークスは互いに惹かれ合う。ワイズマンの従者デントンは使用人の生活について、聞き回り、パークスは、個人育ちだと告白する。デントンは夜、シルビアの部屋に招き入れられる。翌朝、男たちは狩りに出かける。 アンソニーはウィリアムに投資をやめないよう恋、言い争う。メアリーがディナーの着替えを助けているとき、シルビアがトレンサム伯爵夫人を訪れ、夫が手当てを止めようとしているという。ディナーでは破産の迫ったアンソニーは翌朝出て行くと言い,い、シルビアは夫と争いのの知る。メイドのエルシーがウィリアムを弁護し、二人の愛人関係が誰の目にも明らかになる。ウィリアムは、 ディナーの場を去って書斎に行く。メイド長のミセス・ウィルソンがコーヒーを運ぶが、ウィリアムは代わりにウィスキーを欲しがる。シルビアはノベロに客を楽しませてくれるよう頼む。そのうち、第一下僕のジョージ、パークス、そして、パーティー客のアンソニーとフレディは姿を消し、何者かが書斎に行って、ウィリアムを刺す。数分後、ルイーザが書斎に息悲鳴をあげる。 アンソニーとフレディはなぜ姿を消したのか話さず、ジョージはコーヒーのミルクを取りに行ったと言い,い、パークスはお湯を取りに行ったという。トンプソン警部とデクスター巡査が殺人事件の捜査のために訪れる。ウィリアムは刺される前に毒殺されていたことがわかる。デントンは従者を装うアメリカの俳優であると告白する。翌朝、シルビアはいつものように乗馬に出かけて、トンプソンを驚かせる。 アンソニーの従者バーンズは、アンソニーが妻に、ウィリアムの死で投資が中止されず幸運だったと話しているのを聞く。バーンズは警部に打ち明け、アンソニーは尋問される。料理長のミセスクロフトは、台所メイドのバーサに、ウィリアムは自分の工場で働く、女たちを誘惑することで有名だったという。女が妊娠すると、子供を手元に置いて、職を失うか、子供を手放して、 食を守るか迫ったという。子供を手放した女たちは、両家の養子になったと聞かされたが、実は、孤児院に送られていた。メアリーは、パークスの部屋に行って、ウィリアムを殺したことを知っているという。パークスは、ウィリアムが自分の父親だと言い、ウィリアムを毒殺してはいないが死体を刺したという。メアリーは、シルビアと白爵夫人が、 なぜミセスクロフトとミセスウィルソンが敵同士なのか話しているのを聞く。白爵夫人がミセスウィルソンは結婚したことがあるのかを聞くと、シルビアはかつてパークスあるいはパーカーという名字であったと答える。メアリーはミセスウィルソンの元に行き、パークスがウィリアム。さらにミセスウィルソンはミセスクロフトと姉妹であるという。ミセスウィルソンはミセスクロフトの部屋に行き、慰められる。 品格たちはゴスフォードパークを去るが、解雇されたエルシーもまたウィリアムのペットの犬と共に一緒に去る。シルビアは品格たちに別れを告げ、ゴスフォードパークの中に入る。事のジェニングスが扉を閉める。本作品は、戦艦期イギリスの階級社会を丹念に描き出しており、出演者の一人、スティーブン・フライは上流階級がいかに、 メ使いたちに依存していたかがわかると述べている。また、多くの副次的テーマも包含されている。例えば、ヘンリー・デントンとワイズマンとの関係に示唆されているように、同性愛の顕在化のような当時のセクシュアリティのあり方に関しても、鋭い視点を向けている。第一次大戦後のイギリスにおける、貴族社会の衰退が、大英帝国そのものの凋楽と重ね合わされている。 点も言及に値する。また批評家の中にはこの作品をアガサ・クリスティのミステリー小説が火付け役となって当時人気を博していたマナーハウスものに19世紀の小説技法を混ぜ込んだリバイバル作品だと指摘する向きもある。制作、出演をこなすボブ・バラバンは自分とアルトマンにとって名室会たちが マナーハウスの殺人ミステリーを語るというシチュエーションは大変魅力的なものだったと話している。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。